どうも、キリスネガイマーです。おじゃ、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 におった。炊きたて。炊きたて。というわけでですね、今回、マズラビデオ、都市伝説シリーズでございます。はい。というわけでですね、都市伝説の世界で一件、ミスター・アサキを祈ります。うわっどうぞ。こんばんは。うわぁ、すげぇ。いやぁ、ミスター・アサキ、うちのダライラマン、すいません。うちにいんねん。今回の都市伝説は、最近話題に上る、ダライラマのセクハラや、元ジャニーズ社長による性被害スキャンダル。今、支配層にとって、不都合な情報が流出しているというわけでですね、今回そのダライラマの真相について触れていきたいと思います。今年4月、チベット仏教最高指導者のダライラマ14世が少年に対し、どう見ても普通ではないキスをする動画が SNS 上で拡散され炎上したのです。この動画が撮影されたのは実は今年の2月のことであり、食事中の方々には申し訳ないけども、ダライラマは自身の唇を尖らせ顎食いをしながら多少強引にキスをしている様子が映し出されたのよ。とどめのキス、フォアじゃねえかさらにダライラマは自身の舌を吸引するよう少年へと要求し、少年も少し躊躇しているようにも見えた。すっごいね、これちょっと言葉を選ぶけれども、キモすぎるな選べよそしてダライラマはこの炎上を受けてすぐに謝罪する声明を発表するも、公の場でカメラの前であっても罪のない遊び心で自分が会った人たちをからかうことがあると釈明している。しかし、からかっているだけには見えないという声や小児性愛的なものを感じざるを得ないという批判が相次ぎ、炎上は収まらなかったのよ。またインドを拠点とする子どもの権利団体はこの行為について、あらゆる形態の子ども虐待を非難するという。チベット仏教の最高指導者としてあるまじき行為を行ってしまったダライラマ14世だけども、実は彼には昔から黒い噂が後を絶たないのよ。1949年、中国人民解放軍がチベットへと侵攻し、ダライラマ14世を事実上の軟禁状態にし監視下に置いていた際、ダライラマはアメリカ中央情報局 CIA から年間18万ドル、当時の金額で約6480万円の資金援助を受けていたのよ。お金持ちだねダライラマみたいなさらにそれだけでなく、 CIA は経過機の提供やチベット兵の軍事訓練などの援助も行っていたことが明らかとなっているのね。これが言える CIA チベット計画っていうものですよね。これやばいですね。これについてはサブチャンネルウマヅラのお茶の間で詳しく語ってるからね。そうですね、ぜひ見てくれ宣伝うまいなそして当時アメリカはソ連や中国などの共産圏と対立関係にあり、その国力や戦力を削ぐためにチベット人を武装させ、ダライラマ14世が利用されたのよ。さらに1959年にダライラマがインドへと亡命した後も軍事支援は続けられ、 CIA はチベット兵259人をアメリカコロラド州に招き、ゲリラ戦の訓練を行っていたことも明らかとなってるのね。そして所属タレントへの性的虐待疑惑で最近話題となっている故ジャニー北川氏も CIA と関係があったと言われてんのよ。この件については YouTube では概要のみしか話すことはできないけども、イギリスの公共放送 BBC がジャニー氏の性的虐待スキャンダルに迫ったドキュメンタリー、プレデター、 J-POP の捕食者、秘められたスキャンダルを放送したのよ。ジャニーとジャニーしたい旅って言えよさらにその翌月の4月12日には、元ジャニーズジュニアの岡本カウアン氏が都内で記者会見を開き、ジャニー氏の自宅で複数回にわたって性的虐待を受けたと主張し、もともと噂されていただけに大きく話題となったんですね。もう日本だと J-POP の天才プロデューサーっていうね、そうですね、イメージかもしれないけど、イギリスからしたらもう捕食者だからねそしてこのことは実は以前からニューヨークタイムズやBBC などの海外メディアによって報道されてはいたけども、日本のメディアではこのことがタブー視され大きく報道されることはなかったのよ。確かにジャニー氏はアメリカ陸軍犯罪捜査司令部 CID の情報員として働いていた経歴があり、彼の経歴から考えれば CIA のスパイでなければ逆に不自然なのではないかともささやかれているのね。さらに安倍晋三元首相の暗殺事件を機に再び知れ渡るようになった旧統一教会も CIA が関係しており、安倍元首相の祖父である岸信介が CIA の工作員であったことも事実として認められているのよ。あいつはポップスタージャニーズじゃねえか疑問に思うのが、これらの情報は CIA にとって不都合なことであるはずなのよ。なぜ CIA にとって不都合なことがメディアで堂々と報道されているのだろうかということだ。まあ、いくつかの理由が考えられるんだけど、これまた今度ね一緒にまとめて作ろうやろうか